3日間すごいタフな試合になりましたが、19人のメンバーと、宮崎に残っている選手スタッフ合わせてみんなで本当に全員で勝ち切ったこの3日間だと思ってます。11月27日から始まる全国の皇后杯も、山テラス宮崎全員一丸となって宮崎の皆さんと一緒に少しでも一コマでも進めるよう全身全霊をかけて戦いますので応援よろしくお願いします。やったぞ。